お元気ですか、ボクシミでございます。今回は BBM2024 広島東洋カープベースボールカード開封動画でございます。種類豊富なサインカードに注目してください。こちらは1パック7枚入りで1ボックス18パック入りでございますので、9パックずつ、前編後編9パックずつ開封していきたいと思います。まずは前編の9パック開封していきたいと思います。まずは前編の9パックでございます。まずはですね、前編の1袋目でございます。常廣隼人投手でございます。で、いきなりですね、これ200枚限定のねカードが出ましたね。こちらでございます。ちょっと鏡がね映ってしまったことをね深くお詫び申し上げます。ちょっとね、これ斜めになってるわけは、私の顔が映ってしまう恐れがありますのでね、これで勘弁してください。はい、斉藤裕太投手でございます。で、こちらは、内田正代、内野手でございます。カードでございます。赤塚健人投手でございます。キラでございます。矢野雅也内野手でございます。森下雅人投手でございます。栗投手と大瀬良投手のこれカードでございます。2袋目でございます。菊池涼介内野手でございます。これはアズワ誠投手のカードでございます。トーマス、ハッチ投手でございます。小園海斗内野手でございます。高倉翔吾捕手でございます。少々お待ちください。で、野間孝義外野手でございます。で、高木ショート捕手でございます。3袋目でございます。玉村翔吾投手でございます。遠藤敦史投手でございます。相澤翼捕手でございます。松山龍平これは外野手の、ね、カードでございます。ちょっと鏡にまた映ってしまいました。はい、カードでございます。こちらがですね、島内投手と栗林投手の、ね、カードでございます。宇草幸喜外野手のこれキラでございます。中村翔成外野手でございます。はい、4袋目でございます。
荒井貴博監督でございます。ジェイク・サイナー内野手でございます。二俣翔一、これは翔一内野手のカードでございます。島内宗太郎投手でございます。宇草光輝外野手でございます。森下雅人投手でございます。皆沢優也、内野手でございます。5袋目でございます。松山龍平外野手でございます。赤塚健人投手でございます。アドゥア誠投手のこれは平でございます。栗原拓実投手でございます。中村健人外野手でございます。でカープのマスコットですね、これね、これスライディー君でございます。戸根千秋、投手でございます。はい、6袋目でございます。宮沢優也内野手でございます。でこちらがですね、中田優斗投手でございます。すいません中田優斗内野手でした。失礼いたしました。坂倉翔吾星のこちらキラでございます。クリアレン投手でございます。野間孝義外野手でございます。で矢崎拓也投手でございます。で直筆サインカードでございまして、これは相澤翼星のね、直筆サインカードでございます。はい、90周でございます。相澤翼星の直筆サインカードでございます。はい、7袋目でございます。松田武久投手でございます。森浦大輔投手でございます。テイラー・ハーン投手でございます。中田優斗内野手の、これはキラーでございます。中田優斗内野手のこちらはノーマルの方でございます。これはマット、レイノルズ内野手でございます。中澤翔太、はい、投手でございます。8袋目でございます。久保修、外野手でございます。常広隼人、投手でございます。大瀬良大地、投手でございます。
堀江敦也投手でございます。また映像の方がねちょっとねぼやけておりますがご了承ください。で栗林、行司、投手でございます。これカードでございます。矢野雅也内野手のこちらでございます。大道春樹投手でございます。最後の9袋目でございます。前編最後の9袋目でございます。小林達人投手でございます。川野圭投手でございます。栗林良治投手でございます。キラでございます。高倉翔吾、星のカードでございます。アズワ誠投手でございます。栗投手と、大瀬良投手の、ダブルのカードでございます。で最後に矢野雅也内野手でございます。はい、以上で BBM2024 広島東洋カープベースボールカード開封動画前編の9パック、終わりたいと思います。後日後編の9パックも、やりますので、興味のある方ぜひ見に来てください。でその後にですね、エポック版のね、2024広島東洋カープと、東北楽天ゴールデンイーグルスのね、あの BBL 2024年度版も、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。